今はもうコーヒー、みたいなところに向かってます。もうすぐですね。もうすぐ。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting. マヤ色が強いですね。これなんかマヤですよね。うわ、色まで塗ってある。傘がすごいカラフルですね、これ。うん。そして絵のお店、ちょっとお店、¿Está abierto? Todavía no está encendido. ¿Quiere café? Sí, pero ¿puedo beber aquí? Sí, gracias. ¿Esto es café de Guatemala? De aquí. ¿Aquí? Sí, de aquí. ¿Espresso? ¿Un espresso? Sí, por favor. ¿Uno o doble? Uno, por favor. コーヒーです。はい、美味しいです。美味しいけど、ちょっと大きさこればかりちょっとびっくりしてしまって、うん、ちょっと味が入ってこなかったなので、もう一軒違う店に行こうかなと思います。はい、ちなみにこれで12ケツでした。はい、ここまた名前忘れてしまった。なんて言ったかな。ちょっと待ってください。サンフアンララグーナでした。はい、サンフアンララグーナ、まあ、サンペドロララグーナの隣町ですね。に来て、ここの、カフェで飲みました。まあはしごできるからいいんですけど、コーヒーカップのなんて言うんだろう、サイズに。びっくりして味が頭に入ってこなかったんですよ。だからそれがちょっと、まあ、私の心不足と言いますかね。はい、でたくさんお店ありま
アートギャラリーも多いですね、うん、観光客も多いです。本当は上で飲んでもよかったんですけど、Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought in. Ah, sí, puedo beber aquí? Sí. ¿Puedo beber café aquí? Sí, se puede. Sí. ¿Café de Guatemala? Sí, todo lo que hoy quieres. Ah, ah.1軒目のコーヒーカフェで、ちょっとワテマのコーヒーですね。後ろにあるんですけど、すごい種類が、こっちにもありますね。あるんですけど、まあ、コーヒーのサイズが揃いの揃って似たようなサイズで、また2発目のびっくりで、ですぐ飲み比べたんで、味が、奇跡的に分かってですね、こっちの味とまた違いますね、さっきのコーヒーと。香りと味がちょっと違うコーヒーですね。香りはすごく、なんて言うんだろう、甘くないフルーツみたいな、深い深いしか言えない。これ飲みながら勉強したら多分すごいはかどると思います。はい、じゃあそろそろ次のコーヒー店探していこうと思います。これで2軒目ですね。次3軒目です。今言ったコーヒー店がこっちですね。このカフェサンファン、カフェサンファン、まあ、カフェにサンファンの地名つけたそのまんまですね。でこっちのコーヒーが1杯15ケツということで、さっきのコーヒー店より3ケツ高いです。で味が違います。どう違うのか難しいんですけど、でも味は違ってて、ね、ここコーヒー一杯あたりがすごく、すごくすごくなんだろう、カップが小さいからはしごできます。1杯12から15ケツから20ケツぐらいなんでしょうね。最初行った1軒目のコーヒーってね、やっぱ心残りでね行きたいんですけど、開いてるかどうかちょっと確信がなくて、だいたい閉まってたらもうずっと閉まってるんですよね。でもまあここ来てよかった。すごくすごくなんだろう、絵になる街ですね。この先に、まあ、コーヒー店あるのかどうかちょっとわからないんですけど、まあ探してみます、はい、3軒目の店に入ったんですけど、手違いで、コーヒーの注文間違いってあるんですね。コーヒー頼んだつもりなんですけど、けどもうちょっと、だいぶお腹が張ってきて、ちょっと歩き疲れたので、もうそろそろ最初行った閉まってた店行って、まあ、そこが閉まってても開いてても、もう帰ろうと思います、疲れました。だろう、まあこんな感じのお店ですね。カフェラボス
な。で結局ですね、あの最初のコーヒー屋さん開いてませんでした。で入れずというか、そこでコーヒーを、飲むことはできなかったので、おとなしく帰ってます。でも良かったですね、あんなになんか綺麗な観光通りがある町だとはちょっと思っても見なかったので、はい、すごくいい経験になりました。あとはですね、やっぱサンペドロですね。でコーヒー屋さんを探そうと思います。あ、ノンナイスシート、ちょうどここからは見えませんね。サンファン、でも向こうにもなんか街があり、あって、はい、この寂れた感じがまたいいですね。